ボーートレース下関のミッドナイトボートレースさあいよいよここからはお待ちかね夜9時を過ぎての3本勝負が始まります初日の昨日の歴史的な1日を終えてこの時間までボートレースを楽しむことができて本当に最高といった声やこの時間までボートレースがあるとお金がいくらあっても足りないという悲鳴に近い声までさまざまなリアクションがありましたがさあ2日目の今日はどんなドラマが待ち構えているのか 十レースのメンバー、一、二、三、四、五、六、本番も枠なりということになりそうです。一コースに人気度一号艇・小池周平です。さあ、小池前半まくり差して勝って、今日は連勝期待を集めています。そして、二コースは二号艇・中村雄介。こちら、相手として注目。同じく相手として注目は三コース。三号艇の原田敦、小池、そして中村原田。ここ、スローの三人が注目。 4コースは後方角4号艇武田芳幸です5コース5号艇尾端美成大外は6コース6号艇斉藤達樹。さあ3対3枠なり、まさにここからがミッドナイトボートレースです今日も2日目第10レース新入インコースから1番2番3番4番5番6番ですスタートしていきました うちの人さあ1号艇小池2号艇中村ースタート1号艇の小池さあまずは逃げるか2号艇中村のまくりをブロックして逃げる3号艇原田さしてあとは5番4番6番というところですが1号艇小池が逃げて差し迫る3号艇原田が2番手3番手争いは425あまり差がなく最後方6番スタートは前提正常でした1号艇の小池が抑えていますそして2番手は3号艇原田3番手密集の中からさあ4号艇の武田が一歩前を取った 134、1番、3番、4番レースは2周目に入ります。あとは 1艇審査の4番手、2号艇中村5番手、5号手、大祭、最高峰、6号艇斉藤です。1号艇小池トップ、2周1マーク2番手、内から2号艇中村やってくる3号艇原田かわしています3番手は2号艇中村と4号艇武田の攻防ですがうち船が入っているのは2号艇中村1、3、2、ただわずか判定審査、食い下がる4番手、4号艇武田上2艇完全に抜け出して1番、3番、2周2マークです。1号艇小池周平トップで先回番番手手は号原田そしてす。 少し3番手、振り切ってきたか1 3,、3、2レースは最終周回1番、3番、2番です、1号艇小池周平さあ2日目、連勝へ向けてトップで最終1マーク2番手は地元3号艇原田篤3番手が2号艇中村悠介が競り合いを制するかというところで最後の向こう上面1、3、2, 2、連単1三は2.1倍、3連単1三に5.5倍を示しております。 人気どころでの決着とどうやらなりそう1、3二最終ターンマーク1号艇小池周平トップです2番手、3号艇原田篤3番手、2号艇中村雄介1、3、21番、3番、2番第10レース1着は1番小池ゴール2着は3番原田ゴール3着、2番中村ゴールあとは4番5番、6番の順でゴールイン。